福選手は椅子におかけください。エキサイトドリーム戦1号艇の菊池康平選手です。おはようございます。おはようございます。春先 G1 取りました。先ほどちょっと近況リズムがって言ってましたが、はい、レースの内容的にはどうですか。もう、まあ、トータルですね、うん、はい、挑戦面も含めて。そうですね。そうですか、はいはい。今節手にしたモーターの最初の感触はいかがだったでしょう。キレキを見たときはちょっと不安だったんですけど、乗ってみて思ってたよりはちゃんと動いてくれてたんで、でその後上げてから、はい、記者さんが、まあ、評価もそんなに悪くないよっていうことだったんで、はい、まあ、ちょっとホッとしたなっていうところですね。キレキ的なモーターの特徴みたいなものも聞きましたか。一応まだ出足寄りっていう感じで話は聞きましたけど、まあ、プロペラもそういう風になってたんで、はい、まあ、そうかなと、うん、はい、じゃあそれを自分なりにまたいいところを引き出してという。そうですね、とりあえずイメージ通り叩いたらそれなりにイメージ通りの足というか雰囲気だったので、あ、まあ、今日はこの辺でいけるかなとは思ってます。まあ、調整の反応はありそうだということですね。そうですね、はい、はい。さあ、コース、これ1号艇ですからインコースが基本でで行きたいと思ってます、はい。スタート間昨日の練習の中ではどうだったでしょう。そうですね、いい練習ができたと思うので、まあ、今日はそんなに心配してないんですけど、浜田区は通算優勝回数23回、ファンの皆様に一言お願いします。はい、しっかり気持ちを入れて頑張ります。応援してください。1号艇は菊池剛平選手です。2号艇松井茂選手です。おはようございます。はい、おはようございます。お願いします。お願いします。最近松井選手のオープニングセレモニーなど表情を拝見していると、なんかこうファンの皆様の気持ちが松井選手の気持ちにこう届いているという感じがすごくするんですけども、感謝の気持ちというか。まあそうですね、うん、まあ、おっさんにこんなに声援してもらったらそうなるでしょう。でもファンの方から聞いたんですが、かっこいいから応援したくなるっていう声は何度も聞きました。あ、そうですか、うん、はい、まあ、はい、一生懸命頑張ってます、ね、かっこよさまた見せてください、はい。さあ、モーターですがどうでしょうか。まあ、僕のもちょっとキレキ良くないんで、うん、まあ、昨日の感じではまあ普通ぐらいでしたかね。あ、はい、まあ、いつもおっしゃってる普通の水準で。まあ、普通の足でしたね、うん、なんかバランス的にうんぬんということも特になくて。うん、まあそうですね、まあ、ただ違和感はなかったんですけど、うん、はい、報道なんかではプロペラを、まあ、片方だけ叩いたっていう情報もありましたが。はい、まあ、前言ちょっと時間がなくて、まあ、片面だけ叩いて、はい、行きましたけど、まあ、両面当然今日やる可能性はあって。いやいや、もう叩きましたよ、終わってからは、はい、じゃあやってるわけですね、はい。じゃあこの後またね、展示など注目をいただきたいと思います。コース、そしてスタートですが、まあ希望的には2コースから行きたいと思ってます。練習でのスタート感、まあ3本しかしてないんで、うん、まあ風向きも含めて、はい、まだ分かってないですね、はい。ファンの皆様に一言お願いします。はい、いつも通りですが全力で頑張ります。はい、はい、2号艇松井茂選手です。ありがとうございます。あ、丸さん真ん中へ。はい、3号艇は丸野和樹選手です。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。9月三国の G2 モーターボート大賞、そして徳山周年取りました。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。で、本当に近況上り調子。さあ、この勢いで一気に行きたいところだと思いますが、船足の感触は。はい、悪い感じはしなかったですね、うん、はい。その中で何かこうモーターのこう引き出せる良さみたいな余地は感じたものはありますか。そうですね、まあ、今日はチルトも含めて、はい、チルトマイナスでもらったんですけど、まあ、ゼロも視野に入れながら調整していきたいなと思ってます。なるほど、はい。コースどのように考えていきますか。まあ、ピット離れとかが差がなければしっかり3コース主張したいと思ってます、うん。この3号艇3コースというのは本当に、ね、イメージのある定番ではあります。練習の中でのスタート見え方などは。まあ、ちょっとまだ3本だけなので、うん、今日の風向きもちょっとどうなるかわからないので、はい、スタート練習でしっかりと掴みたいと思ってます。はい、さあ、ファンの皆様に一言お願いいたします。はい、リズムいいのでこのリズムに乗って、今節も頑張りたいと思います。はい、緊張好調です。丸野和樹選手です。3号艇です。4号艇は片岡正弘選手です。おはようございます。おはようございます。お願いします。随分軽装ですね。
あ、すみません、はい、1人半袖、はいはい、あの、モーターは警戒ですか。そうですね、まあはい、なんとなくは言ってると思いますけど、うん、プロペラもエンジンもちょっと大きく触ったので、どうなるか分かりません、まだ今のところ。プロペラもモーターも大きく触った、はい、つまり触る理由があった。いや、ちょっと自分の雰囲気にと思って、はい。あ、じゃあまだその自分の求めてるイメージに近いかどうかは、まあ、この後試運転したりしてみないと分からない。はい、うん、どういうイメージを持って調整をしました。いや、エンジン出ないかなと思って、あ、はい、バランス面でなんかまあ普通な体感だったので、うん、はい、もっと良くしようという、はい、ところですね。4号艇コースどう考えていきますか。4コースぐらいからは行きたいですけど、はい、いつも、はい、スタート間、昨日の状態でどうでしょう。そうですね、まあ思ったよりかは届いたのかなって感じですね、まあ、はい、まあ、その分調整していきます。そうですか、はい、4号艇ファンの皆様に一言お願いします。はい、しっかりレースしたいと思います。お願いします、はい、4号艇片岡正弘選手です。ありがとうございます。5号艇は白井英二選手です。おはようございます。おはようございます、はい、なんかさっき飲み方を考えなきゃいけない。考え始めている今日この頃飲み方、飲み方、お酒、はい、ちょっとマイク近づけていいか、はい、すみません。それは、何か反省すべき出来事があったからこそ思っていること。そうですね、まあ、後悔することが増えたので、はい、お酒の後に。そうですか、はい、まあ、でも人に迷惑はかけていないと思います。そうですね、まあ、あと歌も若干上手くなりました。そうですか、はい、一曲いきますか。はい、一曲いきますか。優勝したら歌います。あ、そう、約束しました。ありがとうございます、はい、モーターはどうでしょうか。歌を歌いそうな雰囲気が、今若干よろしくないと昨日思ったので、はい、まあ、朝からプロペラ叩いて、はい、まあ、整備も少し考えてます。あ、まあ、それだけのことが必要な感触だったということですね。そうですね、うん、まあ、優勝を目指せるとかそういうところにいないと思うので、はいはい、はい、今日のね、いわゆる直線情報を注目をしてください。コースどう考えていきますか今のところ。そうですね、ドリームの5号艇久々なので、うん、楽しんでいいレースできればなと思います。まあ、5コースが基本的にはそのあたりっていう感じ。まあ、ピット離れ5部であれば5コースからいきます、はいはい。スタートの練習の見え方、景色は。そのあたりは悪くなかったです。そうですか、はい、さあ5号艇ファンの皆様に一言お願いします。はい、浜名湖ボートル市場に感謝の気持ちを持って走ります。ご声援よろしくします。はい、周年覇者でもあります。5号艇白井英二選手、そして6号艇磯部誠選手です。おはようございます。はい、おはようございます。高津監督が継続続投ということになりました。はい、ね、来シーズン頑張って。そうですね、やり返してほしいです、はい、そうですね、はい。モーター的にはどうですか。濃く仕上がりそうですか。いや、数字あって、はい、悪い感じは、はい、しなかったですけど、うん、2連対立、ナンバーワンモーターです。で、まあ、前々節にちょっとこけてるので、はい、それがちょっと気になって今整備してました。はい、整備してますか。はい、はい、まあ、これ点検含めて、はい、はい。それでプロペラ的にはどうですか。プロペラ的には本当ドノーマルな形してました。ああ、そうですか、はい。じゃあ、そのあたりは自分なりの調整を整備の後、はい、やるということ。まあ、昨日ペラはもう、はい、叩きました。叩いて、はい、はい。さあ、6号艇でコースどう考えていきましょう。まあ、出ない限り、うん、はい、外からになると思います。はい、まあ、これもいつも通りだと思います。スタートの見え方、景色はいかがですか。ちょっとあんまり届いてなかったですね。はい、そうですか、はい。まあ、じゃあ、練習で修正してということですかね。はい、はい。ぜひ、濃いひげが周りが入るようにね、はい、勝っていただいて、はい、勝てば周りがね、はい、そうなります、はいはい。ファンの皆様に一言お願いします。はい、頑張ります。はい、はい、6号艇です、磯部誠選手です。ありがとうございます。さあ、こうして6